松平の利氏は、江戸時代後期の大名。美濃国岩村藩第八代の藩主。城西流、小牛松平家八代。官位は、地位下、のと守る。一心ご死者。河江元年6月13日、仙台藩主、松平の利、隆氏の次男として誕生した。安政二年、父の死去により、家督を継ぐ。蔓延元年12月に、 十五位たのと守るに、ジョイ、任官する。源氏元年に、大阪か番に任じられ、慶応二年の第二次徴収征伐にも参加している。慶応三年七月に総社版に任じられ、十二月に、陸軍奉行に任じられた。しかし、幕府の養殖にありながら、慶応四年二月に新政府に教授にした。慶応三年十月十四日、徳川義信が、 大政奉還をすると朝廷は、まず十万国以上の諸行を京都へ召し、21日には一万国以上の大名にも上京すべき旨を達した。当時岩村藩主の松平野城は、江戸にいたが、江戸画廊の沢井一郎兵衛が砂漠党の幹部で、あったので、主家は、徳川家の不代、半祖以来の縁故を帰り見れば、徳川家と存亡を共にする。 外定義他に見るべきなしと持論を主張し、動かなかった。岩村城にいた重臣たちは、藩主が上京することで意見が一致し、岩村と江戸とで反論を二分する事態となった。岩村藩の文学者の原田彩美ネは、勤労のことに従おうとしたが、判明によって、より実況を申し付けられた。ついで、平尾蔵が、勤労の説を述べて遊兵された。 11月21日、岩村藩では、反論が2分したままで結論が出ないため、近親中であった岩松伝蔵に、京都へ上京させ、情勢を視察させた。岩章は12月20日に岩村へ帰着し、情勢時にて、藩神が会議を行った。その会議において反論は勤労に定まり、藩主の状況を促すべく江戸屋敷に急行した。 砂漠党の幹部であった沢井一郎兵衛とその息子は藩主の状況を抑止した理由で実況を命じられて岩村へ送致されることになったがその途中の小田原で脱走し幕脱走しに加わって各地で戦った慶応四年は沿道の諸藩に朝廷へ従うように布告した岩村藩は丹波瀬一左衛門が藩主の松平の利氏が 徳川義信に仕えていたことを陳謝し免罪をこった。4月に岩村藩は内義藩及び尾張藩と共に新州防衛のために出兵するように調命を受け岩村藩と内義藩は中仙道を松本を経て全光寺に至り守備についた。しばらくして新州防衛を免ぜられ交付守備に転じたがほどなく批判した。8月6日に 松平のり氏が状況のため出発し、8月15日に京都へ到着。8月20日に京都御所へ参大し、忠誠を誓った。それにより、京都倉間口の経営を命じられ、部署について奉仕した。明治2年、範のり命は、反赤奉還により、岩村藩知事に任じられる。明治2年6月の反赤奉還で、 岩村藩知事に任じられ、明治4年7月の廃藩知見で面刊された。明治17年の家族例で死者区に劣せられる。明治38年11月15日、東京で死去。去年58。ありがとうございます。